1722年イギリス総選挙は第6期グレートブリテン議会の庶民委員議員を選出するために行われた選挙。グレートブリテン議会は1707年にイングランド議会とスコットランド議会が合同した時に成立し、1716年7年議会法により1694年3年議会法が廃止された後は選挙が7年ごとに行われた。 前回の選挙が1715年に行われたため、次の選挙は同法に基づき1722年に行われた。当時の選挙としては珍しく、半分以上の選挙区が無投票にならず選挙戦が戦われた。しかし、ホイッが政府をほぼすべて掌握している状態であり、首相ロバート・ウォルポールは選挙公演をほぼ独占することができた。そのため、 政府の支持度が下がった状態でも、議席数を増やせたのであった。選挙のさなか、フランス王国から、ジャコバイトのクーデター陰謀の知らせが届いた。ロチェスター主教王フランシス・アタベリーやノース及び、グレー・ダンなど、トーリー党員が計画した、この陰謀は後にアタベリー陰謀事件と呼ばれた。それまでの選挙でも、不正などはあったが、少なくとも投票権を有する成人男性の意向を、 大まかに反映していた。しかし、ホイック党の一党優位が成立した以上、ホイック党は、系統的な選挙不正で勝ち続けることができた。このパターンは18世紀を通して続き、ホイック党の加藤政治が続く中で、党派心が薄れると、選挙不正は、さらに容易に行われた。グレートブリテン議会が存在した前期間を通して、区割りが変更されることはなかった。 総選挙は1722年3月19日から5月9日まで行われた。この時代の選挙はすべての選挙区で同時に行われず、各バラや軍でバラバラに行われた。ありがとうございます。